ザ・ブロンクスのギタリスト持ち越健です。コロナ禍中にアルバムをリリースすることに伴って、毎月新曲をリリースするっていうことになって11ヶ月11曲リリースすることになって、毎月誰かとコラボしよう、アーティスト、他のアーティストとコラボしようっていうことになって、今回は第8ヶ月目8曲目、ニューローズコラボデザインは言わずと知れた、そんなことない、タトゥー&グラフィックアーティスト東京ヒロさんです。こんにちは、ありがとうございます。どうやって、タトゥーの世界に入ったかっていうか、どうやってタトゥーを始めたの？タトゥーはそんなに興味なかったんですよね。もともとスポーツでもう本当プロ野球行こうと思ってたぐらいなんで、だけど音楽好きで、で友達がこうなんか墨汁と針で掘れるよっていうので授業中みんなでやり始めて、そうですね、それでたまたま行った新宿のお店でボブ・ロバーツのフライヤーがあって、うん、ボブ・ロバーツってで、あのストレイ・キャッツのロゴとか GBH 掘ってる彫り師の、あとリトル・シーザーのロン・ヤングとか、はいはい、でその人にが日本に来るよってなって、あ、じゃあ見てみようと思って行ったら、今までの何て言うんですか、バカにしてるわけじゃないんですけど、学校の先生とか英会話の先生みたいなアメリカ人じゃない、本当に映画から出てくるようなアメリカ人を生で初めて見て、こう入れ墨だらけで、あ、かっこいいなと思って、あ、この職業つこう、うん、野球はやめて、あ、もう、はい、縦入っちゃってたんでもう多分無理だなと思ってたんですよ。それで名刺もらって、その後に何ヶ月かバイトして貯めて、高校辞めるって言って辞めてアメリカ行って、高校中退、中退ですね、自ら、しかも夏休み前ですね。それで来たのがロス、そうですね、ロサンゼルスですね。うん、それでどうしたの？ そこでこっちに来て、それで弟子にしてくれって言って、でもビザがないんで日本帰って現場作業してまた帰ってきてっていうのをずっとやり続けて、その間に徐々にやっぱりボブ・ロバーツと息子はフェアフォックスであのメルローズのハイスクール行ってたんで、結構フリーとかみんな育ってる、レッドホットシーペッパーズのフリーとかみんな育ってるのがあの辺なんで、音楽業界にも顔が利くんで、でボブ・ロバーツ自体がもともとジョニー・サンダースのバンドでサックス吹いたり、あとルーベン&ザ・ジェッツって言ってフランク・ザッパがプロデュースして、それをフランクがプロデュースしたバンドとかにいたんで、だから結構ハリウッド LA のバンドはみんなボブで彫ってたみたいな。だブライアン・ベーカーもなぜか分かんないけど本屋さんに行ってコカ・コーラの本を買ってコカ・コーラのロゴをボブに入れてもらったっていうのが最初で、そうなんですよ。じゃあ初めて彫った人は初めて彫ったのは素人ゴールデンボイスのこうローカルクルーの友達ですね。でじゃあどうやってこういうモーターヘッドとか GBH とかオフスプとかと、最初はでもあれですよ、やっぱりこのローカルのクルーの人たちがミュージシャンとかもいるじゃないですか、ケンさんみたいに、その人たちがまだバンドだけじゃ食べていけないっていう人たちはクルーローカルクルーやったりするじゃないですか、それが大きいバンドに気に入られたりして日本に行ったりとか、たまにヒットして有名なバンドの、ね、人になったりとか、ランショーのラーズだって昔はタトゥーショップでこうフロアを磨くような人だったり、だからみんなそれぞれ、だからそういう時からの付き合いを大切にしてて、でそうですね、で日本帰った時にあんまりこう英語が喋れる彫り師さんっていうのがいなかったんで、どうしてもトランスレーターとかプロモーターが一緒についていかなきゃいけなかったんですよ、ずっと。そうするとライブ終わって朝早いじゃないですか、来るの。でも夜中までそのなんですタトゥー彫ってるのに付き合わなきゃいけないとかっていうのがなくなるっていうのに気づいて僕が行くと、それで結構僕のところに来るようになって、真面目だから、真面目ですね。だからその僕が
やっててよかったなと思ったのは、有名だからフォローとかじゃなくて、クルーでも先に僕にメールをくれたり連絡してくれた人を先に優先的にやってたんですよ。だから後から有名人が掘りたいって言っても、いやこの人先だからってやってたら、やっぱりそのフレンなんかその友情が芽生えて、そうするとやっぱクルーってバンドが休憩でレコーディングだったら他の仕事つかなきゃいけないじゃない。そうするとそいつが2週間後にまた日本に戻ってきたりとか、でそうするとまた有名なミュージシャンの人も、あ僕も掘りたいってなったりとかして、それでモーターヘッドとかオフスプリングとかはですね、つながりましたね。じゃあそのずっと野球やってたけど、はい、なんでロックンロールとか音楽好きになったの？もともとはメタル？でも僕が育ったのは80年代なんで、やっぱりモトリークルーとかアイアンメイデンとかあの辺が大きかったですよね。まあ、これはい。で僕が見れたのってピュアロックってテレビ番組と、あとベストヒット USA だけだったんですよ多分。そう、伊藤誠作さんと和田なんとかさん、バーみたいになってるんですよ。和田誠、あとあの人形、あのキライオンのね。そう、それを見てて、でいろいろ、でもベストヒット優勢とかも良かったのは、ずっとメタルとかロックじゃなくて、たまにスティービー・ワンダーだったりとか、僕の知らない興味がなかった音楽も、はい、見せてくれたんで、それを野球の練習の帰りに、あの日曜日試合だったりするじゃないですか、土曜日ベストヒットですよ。そうするとあの紙に書いて、試合が終わった後に地元のレコード屋さん行って、このスティービー・なんたらっていう人の CD、あレコード、当時はレコードとかカセットテープを買ってスティービー・ワンダー、はい、でも知らないじゃないですかその頃。でも実は俺の初めて買ったレコードもスティービー・ワンダーとキッス。あーキッスっていうところでちょっと俺かっこいいぜみたいなのね。キッス・デストロイヤーとスティービー・ワンダーのホッター・ザン・ジュライって、僕ジュライって読めなくてホッター・ザン・ジューリーって読んでたんだけど、僕あれです、パート・タイム・ラバーっていうスティービー・ワンダーのシングル、あんまりほじくらないでください、これスルーで結構あんま聴いちゃいけない感じの曲じゃないですかね、スティーブ・ワンダーの。まあそこでなんとかメタルにたどり着いたと。そうですね、だからそれでレコード屋さんとか新宿とかにあるよって言われて、で新宿に行くようになって、そしたらすごいレコード屋さんみたいになってるじゃないですか、いろんな、うん、そこでそこのお兄さんとかに、うん、君こういうの好きだったらこれも好きかもよって言われたら騙されたと思って買って、そうです。昔は CD ってこう長かったですよね、ケース。そう知ってます、うん、覚えてますね、こういうやつね。アルバムカバーがでかくなってて、縦仕上げ、はあ、でなんかじゃ箱の中に CD が入って、そうなんですよね。であのレコードのラックに合うようになるんですよね多分ね。そうだからあの頃のから CD を買い始めたりとかして、うーん、だから結構あの何でも聞きましたね。その中から自分の好きなものを選ぶようになって、まあ同じだね世代。ああ OK、 じゃあこのブロンクスのニューシングル8曲目、はい、8ヶ月目8曲目ニューローズ。でニューローズっていうのは、日本語で書けるとあのダムドのニューローズとは違うローズ。あーでもまあこのアートコンセプト、これは歌詞をマットに送ってもらって読んで音楽聴いた時に、なんとなくこう失恋的なストレスとかなんかそういうイメージがあったんで、愛に対しての、でこうなんか縛られてる感じかなっていう、なんですかね、うん、そんな感じをイメージしたんで、最初俺に連絡が来て、うん、これ何みたいな感じって言われたけど、俺知らなかった、歌詞の内容知らなかったし、あ俺が日本語で言ったら違うイメージだった。そうですね、うん、だからあとはやっぱり思ったのはタトゥーっぽいのだと普通だなと思ったんですよ、うん、そうなんかこうアメリカンタトゥーのもっとこう漫画みたいな、漫画みたいな手でなんかこうハート掴んでて、うん、っていうのを最初思いついて、なんか検査してとか思ったんですけど、あなんか違うなちょっとと思って、まあ、マットには悪いんですけどちょっとチャレンジしてみようと思って違うことを。結構早かったんですよ。いやだから最初にこう手を書いて、その時に後ろにハートを書いてみよう、シンプルな感じで、うん、ってなった時にちょっとなんていうんですか、自分の箱から出るっていうんですか、日本語でなんていうのか分かんないですけど、なんかほら分かります、チャレンジほらアウトボックスっていうかそう、はい、でちょっとこうわざと色をはみ出してみたりとか、ちょっと
アンディ・ウォーホールとか、マットはアンディ・ウォーホールとか好きだから、ね、なんかちょっとなんかたまたま失敗してはみ出たんですよ最初、はみ出るのかっこいいじゃんと思って、よく見るとこうピンクはみ出てたり、黄色の爪の部分はみ出てたり、気がつかなかった。それで、そうなった時に、今やっぱあのコンピューターでフォントとか打つ人いるじゃないですか。それはこれ手書き、タトゥーの僕に決めればやっぱ手書きじゃなきゃダメでしょうっていうので、で全部手書きで、すごい。ただやっぱケンさんの名前が、名前がね、ほんと長いから勘弁してほしいなっていう。持ち越し、覚えててください、持ち越し、ケン、持ち越しケン。たまたまファーストネームがケンでラッキーでしたけどね、これがマイケルとかだったらまあ、あのことはさておいて、そうですね、はい、どうぞ。いや、なんかこのね、オポチュニティ、オポチュニティ、まあね、ずっと一緒に何かやろうっていうことだったんだけど、そうですね、やっと念願が僕の中で叶います。僕本当にね、ブロンクス大好きで、もうナイフマンのビデオなんかずっと見てるぐらいだったんで、だからこのバンドかっこいいのになんで僕に話来ないんだろうと思ってまあでもいつも何かやろう、そうですね、ご飯食べよう、飲みに行こう、あれしよう、でコロナになって会えないねみたいになって、まあ今回はかっこいいジャケありがとうございました。そうですね、ぜひ皆さんも買ってください。いいバンドなんで、ぜひ。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございました。本当になんか感謝してます。はい、東京ヒロさんとケンでした。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、そういうことで、東京ヒロさんが3枚、オリジナルアートピースを描いてくれました。かっこいいですね。全部手書きです。で、この3枚をシングルに1枚ずつランダムに入れるので、日本でももう世界中で買えるので、thebronx.com に行けば買えるので、もしよろしければ、ラッキーな3人だけが、ラッキーな3人だけ、まあ ラッキーというか、まあランダムだからね、もう本当に、そうですね、うん、誰がゲットするかわからないけど、はい、もしよかったら、eBay では見たくないですけどねすぐ eBay に行くからそれがリストです。まあ、じゃあ今から3つランダムに入れるんで、ボーカルのマットが、Yeah, so, okay, how about this? Alright, so you get one, then you get one, and pick one. Alright, alright. Oh, now I got this. Alright. Should I put it in the middle? You put it on. Put it in already. はい、入れました。この3枚です。覚えておいてください。